もうやっぱりね、笑顔が全然違いますね。旅館に着いた時からそうなんですけど、うわーっと非日常的な空間に、自分が入り込めるので、やっぱ日本家屋だったり井戸があったり、あと囲炉裏があったりっていうのは普通の生活では味わえませんのでね。もともと宮本家は農家をやってましたんで、私でですね、12代目でですね、300年の歴史がございます。先祖代々ですね、こちらの方で畑をたくさん耕してまして、で途中ですね、50年ぐらい前ですかね、民宿を最初スタートしました。その時に観光農園になりまして、で宮本家と宿泊と農泊っていうことで今進めております。やっぱりスーパーでこう並んでる野菜は見ても、実際に収穫したりこうなってたりするのは見たことないっていうのが現状ですので、そういうお客様がね、来ていただいて実際に収穫してですね、調理したりお土産で持って帰ったりとかしてますからね。はい、そうですね、やっぱり何て言っても川のレジャーがとても楽しいです。川遊びはもちろんなんですけど、魚つかみなんかができるんですよ。でそれがやっぱりニジマスっていうんですけど、もう泳いでるのを捕まえて、それをまたその場で食べれると。やっぱり何と言っても都心からやっぱりすごく近いので、東京からね1時間ちょっとで来れてですね、これだけの大自然が囲まれたところでありますから、やっぱり今はやっぱ近い田舎っていうことがすごく大事に人気のあるスポットの一つだと思うんですよ。でまさに秩父はぴったりだなと。都心の中でね、日頃こうストレスを感じるようなところで生活しているところから、こちらに来て大自然の開放感っていうんですかね、文化もありますし、いろいろ魅力がたくさんありますから、ね、いっぱい味わっていただけたらなっていうところがございましたね。自分を試したいなっていうところがありましたんで、大相撲の方にも挑戦して、で実際に引退して帰ってきて、やっぱりすごくこの秩父の魅力をとっても感じて、第二の人生セカンドキャリア頑張りたいなっていうのがありましたんで、今一生懸命こっちで、まだ修行の身ですけど立派な経営者になれるように頑張っております。はい。